笠原教授の生活費について聞いてみよう。笠原教授はい,い,いくら月いくらぐらい使っているんですかあ僕はまあ大体いい生活保護レベルぐらいでもいけるっていうか欲しいものがないというか物欲がないですねはい。うんまあ普通に飯買って適当に肉と。 か魚とか野菜とか食うようにしてますね、大体。あと、それとコーヒーとタバコぐらいで、ほとんど生活保護レベルで生きるというか、あの、生活保護者ですね、はい。はい。